微笑みの国は、1929年10月10日に、ベルリンのメトルポール劇場で初演された、フランツ・レハール作曲の、全三幕のオペレッタ。メリー・ウィドウと並ぶレハールの傑作とされる。ハンガリー語では、A、マソリー・オルゼが、英語では、ラント・オブ・スマイルズと訳される。ビクトル・レオンの台本によって、フランツ・レハールが1923年2月9日に、 初演したオペレッタ、黄色い上着をもとに、ルートヴィッヒ・ヘルツアー、よびフリッツ・レーナー・ベータが改作してドイツ語台本を作成した。楽天的なコメディ一辺倒だったオペレッタに、シリアスさや悲劇性を導入したレハール後期を代表する作だが、叙情性,性に加え悲劇的描写や楽しい音楽も豊富で、ウィーン・オペレッタの伝統を大きく逸脱はしていない。しかし、すでに、 レハール作品の大部分はウィーンではなくベルリンで初演されるようになっていた。作品の成立背景には19世紀以来ヨーロッパを接見していたオリエンタリズムがある。しかしヨーロッパの人々の中国認識は極めて大雑把なもので劇中スーチョン殿下が4人の妻を目取らされる話も中国をイスラム教国と間違えて認識したことによる。このように現実認識は 極めて曖昧で、ストーリーも実に通俗的なものであるが、音楽の美しさと完成度の高さで人気が高い。映画でありながら、共にドイツ人にメイクを施して、主役兄弟を演じさせた70年代のルネコロ主演作品、逆に舞台ながら、兄弟に韓国人と日本人を起用したものの中国兵に兵馬用のような紛争をさせて、 大曲剣風の振り付けで踊らせた2001年のメルビッシュ古城音楽祭上演など厳密な交渉よりはファンタスティックな東洋を描く上演スタイルが主流である。メリー・ウィドーが、カラヤン、また父、ガーディナー、ウェルザー・アメストといった人気指揮者が全曲録音を手掛け、オペレッタに差別的だったウィーン、ベルリン、ドレスデンの旧宮廷歌劇場でも、 演目となっている点に比べると知名度は一方を譲るが実質上男性に主役のウェイトがかかる作品にもかかわらずドイツのダイソープラの歌手シュバルツコップが全曲録音を残した6つのオペレッタに含まれるなど古くから名作として位置づけられている前3幕第1幕第2幕第3幕メリーウィドウと並ぶ傑作として知られ上記以外にも 人気の高い曲が多くある。作、編曲家の鈴木栄氏によって吹奏楽編成用のセレクションが作られ、日本のアマチュア吹奏楽界で人気を呼んでいる。ありがとうございます。